者のエネルギー、木、成功者の木、ビジネスで成功している人の木というのはね、とっても単純、そしてどこか自分は大丈夫と思ってる。うん。で、この自分自身がこの木を作ってるわけですけど、自分の思いがね。だからそこに自信っていう、自分の言うことを信じる、その自信にみなぎった雰囲気、オーラ、その輝きを求めて人は来るから。人がどんなところに集まるかというと、強くて、そして美しいもののところに人が集まるような気がしますね。うん、その美しさというのは決して見た目の美しさだけではなくって、造形美の美しさだけではなくって、やはり内側からにしみ出るその美しさ、エネルギーの美しさ、雰囲気の美しさ、空気感の美しさ、いろんな美しさだと思います。やろうと思ったこと、思いついたことはどんどん行動して、どんどん失敗していってください。で、失敗は失敗にあらずね、だからどん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 失敗することによって本当に進みたい道が見つかってくるから。だから成功者の人っていうのはね、私もいろんな大富豪の方とか成功者見てきましたけどね、失敗を恐れてませんね。これしたら失敗するんじゃないかというのは赤ちゃんの考えにはありませんよね。うん、だから失敗することを恐れない、失敗してもともとダメでもともと、そんな風な気持ちで、やっていこうとするとね、怖いものなくなるんですよ。そうすると恐れを手放すということになるんですね。でね、価格帯もいろんな価格帯でやってみたらいいし、うん、人を集めるということにしてもね、やっぱりいろんな集め方があるから、例えば美味しいものがに詳しければ、何かそのお取り寄せスイーツ会みたいなものをしてもいいと思うしね。いろんな頭があるということは、いろんな知恵があるということなんですよ。生きるっていうことは、知恵を任せてアイデアひらめきの中で人は生きていく。そのアイデアひらめきがいかに多いか、いかに人と違うかということが、これが仕事がうまくいくかどうかということにつながってくるわけですね。だから人が思いつかないようなことをするの。でもそれをしたことがある人は世の中にいなかったりするから、とってもそれは怖くて不安で心配なことだったりすると思うんですけどね。でもそれをやってみることに価値があると思う。だからどういうふうにしたら伝わるか、伝えよう伝えようと思うより、伝わるのにはどうしたらいいかということを考えたらいいです。例えば何かインターネットで発信しようと思ったら、そのタイトルはどういうふうなタイトルにしたらお客様に伝わるんだろう。伝わらないからお客様が来ないだけの話なんですよ。伝わること、それが一番大事ですね。だからその人によってこう伝わる言葉というのは違うんでしょうし、その回数も3回言われたらやっと分かる人もいる、でも1回でも分かる人もいる。だからそれぞれの人にどうやったら伝わるかなということを考えながら、お仕事というのをしていったらね、絶対成功しますよ。ね、お金を儲けるということはどういうことかというと、人にいかに喜んでもらえるか、人に元気をあげられるかということなんですね。お金って投票用紙ですからね。あなたに感謝します、あなたに愛を感じました、いろんな意味でその投票用紙が来るわけです。それがね、なかなか来ない人というのは、やはり何かに気がつきなさいというメッセージ、うまくいかないのはうまくいかないなりの理由がありますからね。そこで止まってしまうんじゃなくて、じゃあどうしたらいいんだか、じゃあどうしようか、どうしたらいいのかってことを常に常に考えながら行くことです。私の勤めていたところの会社で、唯一ね、日本一の番組を作った人がいるんですよ。そのプロデューサーさんがね。でその人はね、どうして仕事ができるかというと、寝るが寝るまでずっと番組のこと考えてるんです。どの曲がいいんだろう、どのタイトルがいいんだろう、どういうキャスティングがいいんだろう、どんな番組だったらいいんだろう、どんなネタだったらいいんだろうって、もうずっと考えてるの。ご飯食べてる間もずっと、お酒を飲みに行ってもずっと、そのお客様のことを考える時間というのが年収につながってくると思う。だからとことんね、お客様のために尽くす、お客様のためになることを何だろうかってずっと考えること、そういうふうにして、人は成功していくような気がしますね。
儲かるっていう字の話をよく私がしますが、儲かるってどんな字を書きますか？ね、はい、こう書きますよね。儲かる、ね、これどういうことかというと、信者、ね、信者ですよ。ファン、信者さんっていうとなんかちょっとこう怪しい感じがしますけどね。信者さん、ファン、ファンを作ることなんです。で、どういう人がファンになってもらえるかというと、信頼される人、うん、信用される人から、そういう人になるとお金が儲かっていくという、とってもシンプル、実は。だから自分自身でビジネスをやっていこうと思っている人ってこれからたくさん増えると思うんですね。で、そういう人たちを応援したい。私と会っていくっていうことは悲しいかな、あの霊感体質、霊媒体質になっていってるということです。もともと人間ってそういうものだから、原始人ってそうですね、みんなそうだったの。だからその時に戻っちゃう、赤ちゃんに戻っちゃう。でも戻った方がいいみたい。だってキリスト君だってね、あのそんな人でしたよ。決してね、なんかこう立派なことをずっと生まれてから言っていたわけではありません。うん、だけど彼のいいところというのは、やっぱり誰にどんなことを言われても自分の生き方を曲げなかった。まあ曲げるっていう概念がなかったのかもしれませんけどね。だから自分らしく生きるしかできなかった人なんですね。うん、でもどこかね、やっぱりその日本っていう国は教育もしっかりしているし、常識もしっかりあるし、これを否定しているわけではなくって、これを応用しながら生きていきましょうねということなんですね。だから例えばお友達と仲良くしましょうと確か小学生の時習いましたよね。その仲良くする方法っていっぱいあるんです。ただずっと一緒にいれば仲良くできるかっていうとそうじゃない。物が必要な人もいます。お金が必要な人もいます。で、いい距離感を持っておくことが必要な人もいるし、元気ってあのメールしたり電話をしたりすることが必要な人もいるし、いろんな仲良しの方法があるから、仲良くしましょうというのは確かに大事なんだけれども、それを応用していくのがこの大人の世界ですね。だから仲良くするにはどうしたらいいだろうかというふうに頭をこう切り替えていくといいかなと思います。で、好きなことを仕事にするってどういうことかというと、好きってみんな違うの。バナナが好きな人もいれば、みかんが好きな人もいればね、さくらんぼが好きな人もいるし、お米が好きな人もいるんですよ。いろんな好きなものがあるの。人それぞれ違うんです。だからいいんです。自分のテンションが上がるなということをしてください。だからいろいろ自分の好きなことをやってみて、そして、あ、結果的にこれがやっぱり良かったなって思うことをやったらいい。ぜひ、あの、恐れずにね、いろいろチャレンジしてみてください。